アラン・レネ、1922年6月3日から2014年3月1日は、フランス・バンヌ出身の映画監督。1922年6月3日、フランス・バンヌで生まれる。父親は、薬剤師。持病のズダが原因で学校にはあまり通うことができず、家庭で教育を受ける。漫画から古典まで読み漁る、読書家だったが、10歳の頃から映画に興味を持ち始め、12歳の誕生日に両親からもらった8ミリカメラで短編映画を制作するようになる。次第に俳優になることを志すようになり、1939年にはテアトル・デ・マチュラン劇場内にある俳優ジョルジュ・ピトエフの会社で働くためにパリに移住。1940年から演技の勉強をしていたが、映画編集技術を学ぶために1943年にフランスの高等映画学院、通称 IDHEC に入学。講師の一人だった映画監督のジャン・グレミヨンから最も影響を受け、1945年には兵役に就いたが、1946年にパリに戻ると映画編集者として働き始め、同時に短編映画の制作も始めた。スキーマ D。ユヌ・アイデンティフィケーションという作品を制作する際には、俳優ジェラー・フィリップに出演のオファーを出した。数本の短編ドキュメンタリー映画を制作した後、1948年に画家バン・ゴッホをテーマにした短編映画の制作を始める。最初は16ミリで撮影していたが、フィルムを見た映画プロデューサーのピエール・ブロンベルジェから35ミリでのリメイクを依頼される。完成した作品は1950年の第22回アカデミー賞で短編映画賞を受賞。絵画に関する映画制作は1950年のゲルニカやゴーガンと続き、1953年にはフランスの植民地政策によるアフリカ芸術破壊についての短編映画、彫刻もまた質をクリス・マルケルと共同で制作している。1955年の夜と霧は、ナチスによるアウシュビッツ強制収容所を扱った最初の映画の一つと言われている。1956年の第9回カンヌ国際映画祭への出品の際には、西ドイツ大使の要請を受けたフランス外務省から友好国を侮辱する恐れのある作品として出品を取り下げるよう命令され、コンペティション部門外での上映となった。1959年、初の長編劇映画、24時間のジョージ、別題、広島、モナムールを、日本の広島を舞台に制作する。フランス人である我々が、日本人が体験した原爆被害をどこまで知ることが出るのかという思考をもとに、ヌーボーロマン派の作家マルグリット・デュラスに、脚本の執筆を依頼。フランス人女優エマニュエル・リバと日本人の俳優。岡田英二を起用し、他国人同士の恋愛を体裁に取りつつ、戦争を背景とした異国文化、価値観の交流の可能性を模索した。第12回カンヌ国際映画祭への出品は、夜と霧と同じ理由で見送られたが、フランス文化大臣アンドレ・マルローの尽力で、コンペティション部門外で上映され、フィガロ・リテレール氏の映画批評家、クロード・モーリアックは、この年最大の衝撃作と称し、映画史家ジョルジュ・サドゥールも時代を画する作品と絶賛し、現在ではヌーベルバーグの最も重要な作品の一つと位置づけられている。本作をきっかけにレネはアニエス・バルダ、クリス・マルケルらと共にヌーベルバーグのセーヌ・サガン派と呼ばれるようになる。1961年に制作された長編第2作目、去年、マリエンバートでは対象とする観客が少なすぎるとのアンドレ・マルローの判断から第14回カンヌ国際映画祭への出品を拒否されたが、同年開催された第22回ベネツィア国際映画祭では金獅子賞を受賞し、難解と称される作風とともに大きな注目を集めた。脚本を執筆した作家アラン・ド・ヴ・グリエによれば、本作は黒澤明監督の羅生門に触発されて制作されたという。衣装は、ココ・シャネルが手掛けている。以後も、ミュリエル、1963年、戦争は終わった、1966年といった、戦争とそれが個人の精神や記憶にもたらす影響を扱った作品を制作。1968年のジュテームからは作風を変え、第33回カンヌ国際映画祭で審査員特別グランプリを受賞したアメリカのおじさん。1980年やセリフの代わりにシャンソンを用で物語を進行させることを試みた。恋するシャンソン、1997年などのコメディやミュージカルのような作品も手掛けている。1977年のプロビデンスと1993年のスモーキング、ノースモーキングでセザール賞監督賞を2度受賞。ルイ・デュック賞はこれまでに3度受賞している。2006年には6つの心で第63回ベネツィア国際映画祭銀獅子賞、監督賞を受賞。クリスチャン・ガイの小説を映画化した2009年の風にそよぐ草は、カイエ・デュ・シネマ誌の209年度の映画年間、ベスト10の第1位に選出された。2014年の愛して飲んで歌ってが遺作となった。同年2月に開催された第64回ベルリン国際映画祭に出品され、通常若手監督が受賞するアルフレッド・バガー賞を常にイノベーティブで新しい境地を開拓しているという理由で91歳にして受賞した。2014年3月1日、パリ市内で死去。91歳没。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。